ヌミは、トヨタ自動車と GM が合弁で設立した自動車の製造会社。1984年設立。工場はカリフォルニア州フリーモントにあった。ヌミ外観1980年代に発生した、いわゆる日米貿易摩擦により、日本からの台米自動車輸出がこれ以上増加すれば、政治問題化して、米国が日本からの輸入規制を実施する可能性があった。 そこで日本の自動車産業界から米国内に工場を設置することによって政治問題化を避けるべきだとの声が上がった。この要請に応じたトヨタは米国自動車企業のパートナー選びを行ったが GM 社を選択した。トヨタは GM 社が持つアメリカでの製造・販売のノウハウを他方 GM 社にとってはトヨタが採用している生産方式である 看板方式をそれぞれ学ぶことを目指すこととなった。そして、1983年2月に共同で合弁会社を設立することに関する覚書を締結し、翌年にヌミを設立した。ヌミは、1982年に GM が閉鎖したカリフォルニア州フリーモントの工場を譲り受け、1984年12月より本格的に生産を開始。 その後、トヨタシボレポンティアックなどのブランドの車の生産を数多く手掛けている。2002年には右ハンドルのボルツを日本向けに生産。2009年6月29日、破産後に再建のために国有化された GM からトヨタとの合弁事業の解消が発表される。この結果、ヌミは新 GM には引き継がれないことが決定し、 GM 側のポンティアックバイブも同年の第3四半期で生産を終了する。これを受け、トヨタはヌミの工場を閉鎖することを決定した。閉鎖されたヌミの工場は2010年よりトヨタ自動車とテスラモーターズによる電気自動車の共同生産に用いられている。それに伴って名称もテスラファクトリーに変わった。ありがとうございます。